大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。みなさんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは、ゆみちゃん。はい、先生、今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。もう12月ですね、先生。本当ですよね。早いですね。先週もついてたんですけど、これそうそうそう、はい、なんかこっち向いちゃった。サンタさん、トナカイさん、はい、うん、はい、あとはこちらのマトリョーシカ、ね、マトリョーシカの、はい、あのサンタさんとかです。本物ですね。はい、はい、これあのロシアのお土産ってことでいただいたんですよ、はい、ありがとうございます。こちらもあの可愛いグッズ、可愛いですね、うん、これとかあとなんかムーミンの中とか入れていただいて、はい、本当にいつもいただき物をたくさんありがとうございます。なんか今日いっぱいいただき物をいただき物、そうですね、こちらもいただき物いただき物ってことで皆さんなんかいただき物でありがとうございます。素敵ですね、はい、ありがとうございます。これなんか作ったんですってくださったんですけど、えらい大きいんですよ。私相当手首太いと思われてるんですかね。なんかこんなに余っちゃっててとか言って、でも落ちないっていうのがやっぱりちょうどですかね。あのなんか先生のイメージでって言われたんで、渡らせカラーですかね。はい、ありがとうございます。いつもお気遣いいただいて本当に、はい、ありがとう。もう本当12月、早いもので、こういうの見ると12月って気分になりますね。クリスマス気分にね、はい、なるんですけど、はい、街はクリスマス、はい、はい、ね、はい、あのどっか行きたいようなみんなね、え、気分になるんですけどね。そうですね。割とユミちゃんもどこも行かない方ですよね。インドアなので、はい、インドア派ですよね。はい、はい、先生は何かご予定は？私はあの前もお話ししたんですけど、多分その頃はあの沖縄のまた地の神様、そうですね、はい、はい、あの神様はクリスマスも何も関係ないものですから、そうですよね、はい、またちょっと行かせていただくことになると思うんですけれどもね、はい、はい、あっという間に12月、何か、はい、あのもうで年が明けると、まあ3月でこのラジオもなんと満、はい、満3周年ということですよね。はい、はい、4年目に突入するということで、何かこのラジオで印象に残ったメッセージであったり、言葉だったり場面、はい、そういうものをまた皆さんからもね、はい、あのぜひ教えていただきたいなと思います。こんなの良かったわとか、あとこんなことやってほしいわとか、そういうの、ね、はい、いいですね。そういうのをね、はい、ぜひぜひ教えてください。またコメントにでもね、はい、はい、2014のね締めくくりで、うん、今年のラジオで何かあったら教えてください。はい、はい、そして、まあ、必ずまたポチを忘れずに、携帯開いたら、はい、はい、携帯開いてラジオのところにもポチはついてますので、そうですね、ぜひまたポチでブログのポチ押していただいて、はい、ポチッと愛のひとすくいを忘れないようにまたお願いいたします。はい、はい、それでは先生、今日もいつものコーナーをお願いいたします。はい、ではいつものコーナー行きたいと思います。大森和代の愛のお裾分け。はい、今日は少し前のコメントですけれども、ゆうころんさんからのご質問です。質問の部分だけ読ませていただきます。これは岐阜スペシャルセミナーの日ということですね。セミナーの日の夜中3時に一緒に参加した主人が激しい嘔吐に襲われました。ムカムカと腹痛は1日ほどで落ち着いたのですが、食あたりではないみたいで好転反応でしょうかということと、あともう一つ、ゆうころんさんが、セミナーで霊切りの際、主人が左手にパワーストーンをしていたのですが、その左手に激痛が走ったのでパワーストーンを外したら少し楽になったそうです。霊切りと関係がありますか？何か分かれば教えていただけますか、というご質問なんですけれども、まずこのと主人がね、ムカムカしちゃったんですかね。あの、激しい嘔吐に襲われたと。もうきっと今はすっかりお元気で、余計すっきりしておられると思うんですけれども、あの、スペシャルセミナー、特に、霊を切るということをしますので、まあ、これはでも講演会でも、この皆さん、あの、どんな方でも、やはり何らかの方をつけて、講演会やスペシャルセミナー来てくださるんですけれども、で、スペシャルセミナーで霊を切りますと、霊がつくとなぜいけないかというと、霊がついてる場所というのは、そこの部分に肉体にとても毒がたまるということなんですね。で、ついてた毒が切れたことによって、
って、もうそういうものがなくなったので、その部分の毒がバーッと溶け出すんですね。それでよく好転反応って言ってるのは毒が溶けるので、まあ多いのがこの嘔吐、下痢だったり、あと鼻血、頭の毒が溶けるとき鼻血が出たっていう方も結構お見えですし、あとは何か出るんじゃなくて頭痛とかですね、頭痛によっても痛みによって溶かすっていうこともありますので、あと胃が痛くなったりお腹痛くなったりっていうこともそういうことも出てる方も結構お見えですが、大抵まあ5日から1週間ぐらいで、まあ、落ち着いて来られて、その後すっごくすっきりします。ただ持病をお持ちだったり、もともとどっか調子の悪いところがある方は好転反応かなって思わずすぐに病院とかね、やっぱり行っていただかないといけないと思うんですけれども、岐阜スペシャルセミナーの時はやはり結構多かったです。で、私が途中で休憩中お手洗いに行こうとして歩いていたら、もう先生、もうなんかね、今日もうなんか入っちゃってとかって言って走って行かれた方がお見えでしたので、あ、この方も好転反応だなって思ったり、あとお腹がとかって言って、なんかそういう方ばかりちょっと見ちゃったんですけれども、お腹がとか言ってトイレ行かれた方もお見えでしたので、あ、すごいなって思いました。皆さん本当にね、体すっきりされたことと思います。あとこのパワーストーンをはめてる手に激痛が走ったというのですけれども、これはご主人がつけておられたパワーストーンに霊がついていたんですね。よく前もお話ししてたんですが、石っていうのはすごくこう霊がつきやすいものでも、宝石もそうなんですけれども、本物の宝石、天然の石ですね、ダイヤだったりルビーだったりサファイアだったり、そういうものもとても霊がつきやすいものでもありますので、ご主人のパワーストーンに霊がついてたそうです。そしてそれを切るときに、その霊が切られたくないって言ってガーッとこうあがいていた、その状態でご主人の体に痛みが来たんですけれども、で、まあ外したから、肉体から離れたから楽になられたということなんですね。でもこれははめてても外してても、もう会場に置いてあればそれについてる霊は時切れてますので、もう大丈夫ですから、安心してパワーストーンはめられてくださいね。本当にまあ目に見えない世界ですけど、いろんなことがありますので、はいはい、先生今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。最近よく聞きますね、ご霊さんを切っていただいた後に好転反応が出られるとか、講演会で何かご体調がちょっと優れなくなるっていう方、はい、そうなんですよ、まあでもそれはほんのいいことでもありますので、はい、一時的なものですね。本当にすっきりするんですよ。あ、そうなんですね、はい、ですからいろんな、まあ、ちょっとあんまり出るものの話は汚いかもしれないですけど、ちょっと油みたいのがいっぱい出たとか、そういう方も見たりしたから、ラードみたいっていうんですかね、なんか白い、はい、それは腸の油が、はい、本当にわーっとこう溶けて出てるんですよ。だから白いものは出たっておっしゃって、びっくりしますよね、大きい方からですけど、でもまるでその何ですかね、すき焼きの牛肉買うとラードいりますかってああいうのがいっぱい浮いてたとか、相当いいものを召し上がっておられて毎日すき焼きとか、でそれだけ腸に油が溜まったり毒が溜まってるってことなんですよね、はい、それが一度にバッとすっきりするってことですね、なんか出ちゃったっていう、そういうこともありますので、まあ、これは言葉で言ってもね、多分信じていただけないかもしれないんですけどね、はい、経験された方は、はい、もうあーって思いますよ ね、 すね、一晩中鼻血が出てたって方もいらっしゃいました。あ、そうなんですね、はい、まあ、それ心配なのでね、病院には行かれたんですけれども、全くどこも異常ないということで、で、まあ、止まったらもうなんかスカッとした、頭スカッとした、相当頭に毒が多かったっていうことなんですよね、はい、あと目の毒とかそういうものもそういうところが出る場合がありますので、なるほど、はい、はい、また霊を切るスペシャルセミナー、ね、またぜひご参加くださいね、はい、はい、それから先生、少し前になりますが、はい、11月の20日はまた一宮でチャネリング勉強会いただきましたね。はい、はい、本当にね、今回はちょっと私もびっくりしたんですけれども、はい、ご質問された方、最初の方にね、質問前半のされた方が、右手がちょっとこう、もうどうしても上がらなくて原因不明なんですっていうことで、まだちょっと若い方でしたよね、はい、おばあちゃんとかではなかったので、そしたら神様が切ってあげなさい、私に霊を切ってあげなさい、
切ってあげなさいとその場でおっしゃったので、はい、はい、初めてなんですけれども、今までなかったですよね、そういうこと。そうですね、公開で、はい、まあ、皆さんの前で、はい、その方の例を切らしていただいたんですね、はい、はい、先生とその方1対1ということですね。1対1の場合はお名前を聞くので、はい、でお名前を聞いて、聞いたらなんか聞いたことある名前っていうだったので、渡良瀬クラブの会員さんですよねってこそっと聞いたら、入ってませんって言われたんですよ。でも本当に同じような名前、渡良瀬クラブ、いつも私1枚ずつ念を入れながらこう、サインしておりますので、はい、なんとか聞き覚えがある気がしたので、そのように言ったら、だからなんか入りますって言われたんで申し訳ないです。そういうつもりじゃなかったんですけどね、はい、はい、で例を切らしていただいたら、はい、そしたらどうですかって言ったら、本当にこう上がらなかったのがこの辺までこう上がって、はい、なんかあーとかって言われたら、もう会場の方はどやどやどやっておーみたいな感じでね、はい、なんか一体感あって、はい、みんなも喜んでくださってね、よかったんですけれども、皆さん目の当たりに奇跡を見られましたよね。そうですよね、あの場でですね、はい、全然やらせでも何でもないですし、渡良瀬クラブの方でもなかったですからですね。はい、全く知らない方でしたのでね、よかったです、まあ、さらにもっと上まで今上がってるといいなって、はい、思うんですけれども ね、 そうですね。ただチャネリング勉強会っていうのは個人的な質問なので、はい、皆さん本当 に、 みんなの前でここまで言っていいのみたいな質問も結構ありましたよね。そうですね、もうこの人のもうこの人変わってくれなきゃ私離婚しようと思うんですみたいに、ね、隣にご主人がねいらっしゃるんですけどね、はい、なんかもう どう答えていいんだろうみたいな。でもご主人いらっしゃるけどいいんですかっておっしゃいましたもんね、はい、でもまあ神様のお答えをお伝えさせていただいて、まあ、お約束をしてご主人には、はい、帰っていただいたんで、ちゃんと実行してますか？あるから、ね、はい、はい、言われたことを実行してくださいね。あとはなんかご主人がもうすでに他界をされてしまったけれども、ご主人が他界されてから私は主人が嫌いだったんだと分かったとかね、なんかそういうお話をされておられた方もおられて、はい、なんかその時に面白い、まあ、ちょっとお伝えさせていただいたんですけど、不言病というのがありますって言って、はい、不言病、夫のあと源の病気ですね、不言病ですね、不言病、はい、まあ、結局夫が病原菌じゃないです、ごめんなさい。旦那さんが原因でいろんな症状が出てくると、で気づかないうちに、まあ、夫の言動によるストレス、その、はい、ちょうどその言われた方も夫はその暴力振るうわけじゃないけど言葉がすごくきつかったっておっしゃってたんですよね。で言葉の暴力、そういうものがあるんだっていうことが後で分かったっておっしゃってて、で、まあ、頭痛や動悸などが起こってくるということで、原因不明で体がだるかったり、やる気がなくなっていったり、まあ、めまいだったりそういうことが症状として現れると、はい、でそういうのが不言病という病気でもあるということで、はい、これはちゃんとお医者さんが不言病っていうのをなんかね、言ってらっしゃるお医者さんがお見えなんですよ、はい、ですからそういうものよくね、更年期の年齢とか重なるので、まあ更年期かなって片付ける場合もあるんですけど、はいはい、もしかしたらあなたも不言病かもっていうことを、はい、ちょっと意識されてください。はい、あとそれと最後にこれ、はい、じゃん、先生の顔が大きく、よくなんか先生のことをお伝えしたいんだけど本を渡せばいいんでしょうかとか、どういうふうに話したらいいのかなとか、なんか私のことをみんなに知ってもらいたいって言ってくださる方が結構、はい、いてくださって、でそれでこんなものを作ってみました、まあ、私の渡良瀬トーク、この番組の紹介と、はい、あとは本の紹介、はい、そして、まあ、裏にはこちらのブログですかね、これ渡良瀬マッセブログの紹介とか、はい、あと渡良瀬クラブのご案内ということで、はい、こんな感じのものを作ってみましたので、ぜひよかったらまたこちらも講演会の会場で、はい、ごめんなさい、少しこれはお金がかかってますので、はい、30枚で200円みたいな感じで会場で、はい、販売させていただいてますので、またよかったら、はい、ご覧になって、はい、皆さんお友達とか、そうですね、はい、ご家族とか、はい、まあ、ブログを見るだけでも本当に救われた、自殺をとどまったっていう方もお見えですので、ぜひ皆さんにブログとかでも紹介してあげてください、はい、はい、じゃあまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.